この選挙うまくいくように、地方活性化うまくいくようにしましょうよっていうような、処方箋のようなものを示していただけるとすれば、今の話の最後にどういうのが。いや、もうね、有権者の意識が変わらないとダメですわ。有権者がもう尻に火がつかないと。もう少子高、一つの事例を言うと少子高齢化ですよ。あれはまあ物価高騰ですよ。まあもう分かるじゃないですか。もう答えは出てるんですよ。もうだから、それはもう投票。私の一票では変わらないって、まあ変わりますから。なので一票を投じてくださいって、変えましょうよ。変える態度を、動きを作りましょうよ。もうこのままだ、本当沈没しますよ。だってもう、この何十年も言われてきた。まだ懲りないかね。もう僕は分からないですわ。いいんだな、自分だけ受け、数年、あと10年、20年、年金もらって、それで終わりでいいのかな、そういう感じなんですかね。なんか今までこうやってきたから、今までの流れでは延長でいいよ。いや、もう産業革命って言われてるデジタル革命があるこの中でですね。そしてまたこの地球環境なんかが叫ばれる中、ちょっと考えましょうよ。このままでいいんですか。出生率が80万人、切った、割り込んだ、多分まだね、危機意識持っていらっしゃる方、そんなにいらっしゃらないんじゃないかと、いらっしゃらないんじゃないかなと思います。Z 世代がの半分が、Z 世代の約5割が、結婚もしなければ出産もしたくないっていう、ご存知ですか？Z 世代。そんな時代ですよ。でも僕は諦めちゃいけないと思うんですね。別に出産しなさいと絶対言いませんわ。出産するかしないかは自由選択で。で、したい方が、希望する、希望出生率ってある1.8ぐらいなんですけど、希望される方には希望通り叶えてあげましょうよ、社会する。Z 世代が半分ぐらいが結婚も出産もしたくないと言ってらっしゃる方は、おそらくこの社会、あるいは未来を見てるんだと思います。未来に夢、希望がないから、僕はそう思っていらっしゃる方も少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思います。恋愛したい、結婚したいという方は、今 Z 世代じゃなく、まあ、30代、まあ、20代から30代以上ですかね、8割の方が結婚したいと思ってらっしゃる方いらっしゃるみたいです。で、まあ、生涯未婚率ですね、50歳で一度も結婚したことがない男性で3割、女性で2割、だんだん増えていきますわ。で、これってなんで未婚だったのってなると、やっぱそれは価値の多様化とか、趣味の多様化とか、あるいは結婚に幸せを感じないとか、出産に幸せ、それもあるんでしょう。あるんでしょうが、やっぱり一番大きなのは、未来に希望が持てない、仕事が不安定である、経済的に不安定である、子供を産み育てると、それなりに留学がかかって、費用がかかって、子供たちが満足な教育を受けられないんじゃないかな、自分の生活が、なんですかね、ままならないんじゃないかなっていう、なんか将来不安が一番多いっていうデータも出てますから、その辺を解消しないと、抜本的ななんかこう子育て環境、あるいは経済、あるいは安全保障等のことは解決できないんじゃないかな。完全に解決はできないと思うんですけども、よりベターにはならないんじゃないかなと思いますね。もう一回言いますね。統一地方選挙で、まず1位は選挙に行ってください。今回の県知事選も言いました。行ってください。それでも 56.69% でしたわ、宮崎県知事選。もうちょっと、もう愕然としました。最低でも60%いくのかな、行かせたいなと思ったんですけども、まあちょっと投票率、政治参加、参画が大変低いっていうのが、ですから統一地方選挙は行ってくださいね。そして選択してくださいね。現在と未来を託す方たちに、それで予算をきちんと、あるいは皆さんの公金、血税をきちっと使ってくださる方たちに託す政治を、
政治を託すように投票行動してください。もうこれ民主主義ではもう投票行動しかないんですよね。政治参加参画はね、社会を変えるために、国を変えるために、地方を変えるための行動ってもう選挙しかないので、民主主義の社会ではですね、もちろん自分らで NPO 法人だとかなんか団体立ち上げて民間活力でやるって、これも OK で、それとは別に税金を納めなきゃいけないんです。税金を使わなきゃいけない、この方たちをやっぱり正しい方たちを選ばないとということですよね、と僕は思います。誰がやっても一緒だということで、私一人が言っても政治変わらないじゃない、社会変わらないじゃない、もう変わらないよ、変わらないから、これじりじりっと少子化進んできたよね、大変なことになるよ、まあ社会保障年金潰れるよ、 Z 世代の半分が年金をもらえないと思ってるらしいですからね。そうですよね、やっぱ頑張らなきゃいけないですわ。もうだから年金、社会保障が潰れたら、あるいはこう働き手が少なくなるじゃないですか、生産年齢人口も減ってくる、若い人たちが減ってくる、やっぱこれは経済活動はやっぱ衰退していく、あるいは国力が衰退していく、社会に活気がなくなる、老衰ですよね、国社会が老衰していくんですよね。成熟社会ってこうなっていくのかな、ちょっと残念にならないんですけど、なんか僕は抗いたいと思って今回宮崎県知事選に出ました。はい、どうしますかという、今のところまだね、いろいろ民間でなんかやるべきこと、やれることがあるんじゃないかなと、地方創生、地方活性化について、はい、それをちょっと今模索しながら、はい、微力ながらなんか地方のためにも、当然まあ宮崎のために、はい、できないかなと思って、なんか試行錯誤してますね。プライベートでも今後お住まいとか、住まいはもう宮崎、まあ、この前もずっと宮崎だったんですけど、はい、皆さんなんかそうあんまり認識がなくて、東京に住んで、まあ、もちろん東京で仕事をしてましたから、行ったり来たり、宮崎と行ったり来たりなんですけど、東京にはやっぱずっとホテル住まいっていうのも、まあ、高いしですね、コスト的にもかかるし、それでなんかいろいろやっぱりストレスもかかるので、ホテル住まいっていうのはやっぱどっかアパートとかマンションを一部屋借りるっていうのは今までもそうだったんですけども、まあ、今後もそういう形になるんじゃないかな。でも起点基準は宮崎においてやっていくのかなという感じがしております。以上であります。次の政治に選挙には、いやー当面ですね、もう統一地方選挙はもう私も視野に入っておりません。ですからもう一有権者として正しい選択をして私はしますよ。もうとにかくそのね、先ほど言ったね、議会がやっぱりですね、正しい方向に、いい方向に進むように、皆さん一人一人投票行動ですね、起こしていただければと思っております。これ聞いてもいいのかどうかわかんないですけど、息子さんに待望論があるみたいですけどね。ありみたいですね、ありがたいですね。息子は政治には現時点ではあまり関心はないみたいですね。民間としてなんかやっぱ僕と同じなんか、まあ、共有してるんですけども、地方創生、地方を元気にするようななんか施策とか仕組み作りできないかなというので、今、まあ、微力ながら、まあ、スモールスタートですね、小さなことからゴツゴツとですわ、やらせてもらおうかなということを彼は言っております。ネットを見てたらなんかどこの松下政経塾の人だろうって思いましたけど。ああ、なるほど。松下政経塾出身みたいな。そんな感じしますよね。政策なんかね、しっかりしてる。アメリカでシンクタンク行ってましたから、多分そういう色が出てるかもしれないですね。シンクタンクとアメリカのジョージタウン大学の政策ですから、あれ、あいつ、専攻が。政策ですから、だからやっぱこう政治行政には、少なからず興味あるんでしょうけど、自分がプレイヤーとしてなるんじゃなくて、それ支えるとか提案すると、そういうアプローチを今までしてきたみたいで、だからプレイヤーになる気持ちは現時点ではないとは聞いてます。心強いですね。なんとかなんでしょうね。まあまあ彼は彼の人生ですから、でも今回です、私は落選したのはね、本当に申し訳なくてですね、息子には申し訳なかったんですけど、まあこういう挫折もですね、はい、彼にとっては一つの地位なり
肉になるんじゃないかなとは思ってるんです、はい、親父のこの挫折を見せるっていうのはね、はい、成功ばっかり見せてもね、本当に2世になりますから、はい、やっぱ挫折を自分の挫折も大切で、やっぱ、まあ、親族とかね、親父なんかの挫折なんかもこうそういう背中を見せてもそれは一つの教育になるんじゃないかなとは思ってるんですね。かっこいいですね。いや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 選挙中に加藤和子さんが応援に来られた。びっくりしました。僕は本当に知らなかったんですよ。あなたが呼んだんでしょうって何人かに言われましたけど、本当に全く知りませんでした。当日12月24日知ったのが午後ぐらいです。もう本当にはもうびっくりしましたね。どうしようかなと思いました。今の奥さんもいますからね、もう今の奥さんがですね、本当に心広くですね受け入れてくれてですね、ありがたかったですわ。でもう、まあ、ご覧になったか分かりませんけど、まあね、あの演説の時に後ろに、今の奥さん守る加藤和子が並ぶというですね。でそしてその前で私は有権者に教育問題を訴えてるっていうんですね。もうなんかシュールな絵でしたわなんか、まあ、そんなこともありましたね。進んでますね、芸人タレント活動の復活っていうのは、ね、いやそれはもうあまりそこにはウエイトは置いてないですね。面白そうな番組をお誘いいただければ、まあ、地元の支援者とか支持者に迷惑をかからないようなバラエティであればですね、ちょっと、まあ、お受けしてもいいかなと思いますけども、今のところはちょっとバラエティよりもやっぱもうコメンテーター政治評論だったり、あれやっぱ地方を考える、それで地方創生の塾とかですね、勉強会とかそういった方向かなと考えてます。若い方が育っていくといいんですか。そうですね、本当おっしゃる通りです。もう今回も県知事選で若いスタッフの方たちが率先してですね、ボランティアとして入ってくださいまして、本当にまだまだ捨てたもんじゃないなという気持ちをちょっと持ったと思うことも事実ですね。ですから若い方たちがやっぱり政治行政にやっぱり参画をして、新しい発想、新しい、思いでね、日本ある地域をですね、日本ある地域を引っ張ってくださるとありがたいなとは思うんですけどね。何人ぐらい入ったんですか。え、何人ぐらいボランティア来られたんですか、若い方。ボランティア、まあ、流動的なので、出たり入ったりがあるので、総人数としてやっぱ数千のボランティアの方いらっしゃいますかね、一つの選挙って、まあ、県知事ぐらいになると、やっぱ数百人ぐらいは常時数十人ぐらいいらっしゃったみたいです。ありがたいですよね、本当にそこから巣立っていくかもしれない。そうですね、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。